はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは、儲からない副業、意味のある仕事をやりましょうについてお届けしていきたいと思います。いや、最近ね、こんな質問をよく受けます。最近収入が下がってきたんですがどうしたらいいでしょうかとか、私、先行きが見えません。10個への先輩を見てると自分の10年後が見えてきて怖いんですと。あとはもうリアルに生活が苦しくなってきたとか、将来に対して保証がない。未来に対する不安が増えてきましたよね。確かにそうです。今生活が困窮してきてる方が多いんですね。理由はコロナウイルスの問題も一つですし、収入が下がってきてますよね。それはそうです。日本の人口は減っていたり、少子高齢化。いっぱい頑張って稼いで納税する人が減ってきて、そして面倒を見なきゃいけないじいちゃんばあちゃん、団塊の世代が一気に増えてきました。そして終身雇用が崩壊している。一生働いたから一生安泰というわけじゃありません。あとは人生100年時代って言って寿命がどんどん伸びている。あと年功序列がなくなってきました。今年齢給じゃなくて能力給ですよね。あとは人工知能や AI の発達であったりとか。昔はサラリーマンを一生頑張ったら一軒家が建った時代がありましたが、なかなか今サラリーマンで一軒家を建てることはできません。どんどん収入が下がっていって、年金もどんどんもらえなくなっていって、そして医療費はぐんぐんと上がっています。そして税率も上がっていると。ドロンドロンの国、日本になってまいりました。子供に英語を教えないのは虐待だという言葉がありますが、それは需要と供給、つまり人口が減ってるわけだから、日本というのはチャンスが減ってきています。もちろんインバウンドとか、これからね、移民の受け入れとかをやればまた状況は変わりますが、物を買う人が減ってくるわけです。ということは、英語ベースでグローバリズム、要はグローバルスタンダードにボーダーレスに育てていって、世界中の外貨を獲得できるようなことをやらなきゃいけない。今日本で時給最低1000円ぐらいだと思うんですが、オーストラリアなんか行くと2500円ぐらいもらえたりするわけです。だったら英語ベースでオーストラリアで生活をさせるようなこともシミュレーションしておかなきゃいけないということですよね。いや、もう皆さんが何かをしなきゃいけないということには気づき始めたと思うんです。副業から副業。英語で言うとサブからデュアルに変わってきた。昔はおまけのような仕事だった。でも今は複数のなりわい、ポケットを作っていくということですよね。まさに副業じゃなく副業の時代が来てると思います。この副業については以前動画で副業じゃなく副業の時代というね、動画をアップしていますので、ぜひこちらをご覧ください。僕はこの YouTube でもね、パラレルキャリアという言葉を何度も提唱してきました。パラレルキャリアというのはピーター F ドラッカーが考案した言葉です。本業を持ちながら第2のキャリアを形成していく、複数のキャリアを形成していく。堀江貴文さんが書いた多動力なんかもこれに該当します。ただ生活の維持のための仕事ではなく自分自身のスキルアップをしていこう。そして夢の実現をやっていこう。なんだったらあなたがやっている活動が社会貢献活動、人の笑顔になることをやっていこう。この要素が整ってくるとパラレルキャリアという言葉になっていきます。あと最近ではスラッシュキャリアという言葉もありますよね。インスタグラムなんかを見ると、例えばキャビンアテンダントスラッシュ、美容家スラッシュ、インスタグラマースラッシュみたいな感じで、皆さんのスキルや経歴を複数持ってる。それをプロフィールに書く、スラッシュでくくっていく。これをスラッシュキャリアとも言いますね。こんなことが当たり前な時代になってまいりました。ただね、キャリアの盛りすぎはダメですよ。最近ね、インターネット上で、ある方が経歴詐称ということでめちゃくちゃ炎上していて、すごい YouTube が上がっていますよね。田端大学の田端さんであったり、青汁王子さんであったり、池早さんであったり、様々な方たちがこの問題について言及しています。キャリアっていうのは盛りすぎたらバレますし、嘘なんかもってのほかですよね。それ詐欺になってしまいますから、ぜひこの経歴詐称問題についても以前動画を配信していますので、ぜひこちらも概要欄から辿って動画を見てみてください。よし、じゃあ副業やって稼ごうって話になるじゃないですか。ところが、大体インターネットかなんかで検索してね、怪しい AI 投資とか、何かそういうものをアフィリエイトとかね、安易に始めちゃって失敗する人、騙される人が多いわけです。情弱とは情報弱者の略ですから、情弱になってはいけないわけです。これはおかしい、これは正しいっていうことを、例えば瞬時に判断する力が必要なわけです。こちらの情弱になってはいけないという動画も以前動画で配信していますので、こちらも概要欄からぜひ見てみてください。この YouTube チャンネルライフハック TV ではこういった人生に必要な人生術みたいなお話をしています。考え方、生き方、テクノロジー、アプリ、タイムマネジメント、様々な情報を配信していますので、チャンネル登録まだの方はぜひポチッとね、チャンネル登録をしてください。では今日の本題に入っていきます。こんな副業をやってはいけないをまとめました。まずブロガーです。まあブログを立ち上げてお金を稼ごうという、なんかこう機械で自動的にありますよみたいな仕組みを売ってる人もいます。まあどうやって稼ぐかっていうと、そのブログからアフィリエイト、つまり広告収入を稼いでいこうというスキームが多いんですね。だけどそのあなたのブログをこの膨大な情報化社会からどうやって検索させればいいですか？それが簡単じゃないわけです。例えばデジカメを買うときに検索すると、2020年デジカメランキング1位から10位みたいな記事がバーっと出てきますが、あれ全部アフィリエイトです、ほとんどが。どうやってやってるかっていうと、1位とか2位とか関係ないんです。要はそれをポチって Amazon とか楽天から購入させて、そこの売り上げの 1% とかをアフィリエイト収入で稼ぐ。だから本当にいいデジカメとか教えてるわけじゃないんで、あのランキングサイトっていうの皆さん注意してください。しかも今文字を読まなくなってきましたよね。どちらかというと傾向は動画、もっと言うとショートムービーっていう短くて時間がない中で見れるものが再生されるようになってきました。そんなに甘くないんです。もちろんこれで食える人もいるし、食ってる人もいるし、数百万稼いでる知り合いもいます。あなたが膨大なコンテンツを持っていたり、みんながうなるような情報を持ってるんだったら別ですが、安易になんか楽天の URL を貼ったら儲かるなんてことは絶対にないんで気をつけてください。そしてライターです。ライターっていうのは文字を書く仕事ですよね。まあランサーズ、ココナラ、クラウドワークス、こういったマッチング系のサイトで仕事をもらってくる。まあブログを一つ書いたら、いくら払いますよと。でも最近非常に単価が低くて、1個記事書いて500円みたいな仕事がたくさんあったりします。まああとはアンケート、検証なんかもありますが、1個10円、5円みたいな仕事もたくさんあるわけです。ほぼこれって内職に等しいですよね。まあ単価が安くなってきている。そして仕事を取れたとしても安定していません。波があるからとても生活の基盤にはできません。そして何を隠そう。ライターっていうのは文作力がなきゃいけないわけです。なかなか素人がお金をもらえるレベルの文章を書くのは簡単じゃないと思います。そしてこれから記事は AI がね、今どんどん書き始めています。もしかしたら5年後、10年後、人が書くよりも誤字脱字がなくなるかもしれません。まあ文書スキルが必要ですし、非常に単価が安くなってきているという特徴があります。続いてプログラミング、情弱がよく買わされる情報商材の一つです。意外とね、高額な値段で売られてるんだけど、人間って面白くて高いお金を払うと、なんかすごいものが返ってくるんじゃないかという、なんか錯覚ありますよね。そもそもプログラミングってそんな安易なスキルじゃないし、まあ本来は学校行ったりして、とにかく新しい言語を覚えて、概念を覚えなきゃいけない。そんなもの PDF で2万円で買ったもので、プログラミングのスキル、まあまあ変態並みにやればつくかもしれませんが、なかなか簡単なことではありません。こういうのを安易に買っちゃう人、プログラマーとして結果を出した人、ほぼ見たことありません。続いて背取りですね。これは転売ビジネスと言われています。まあメルカリで買ってきたものをヤフオクで売るみたいなスタイルが多いんですが、小遣い稼ぎにはなります。100円で買ったものを300円で売ればいいわけですから、まあ小銭稼ぎにはなります。ただね、かなりの時間を要するわけです。そして、その商品を仕入れるノウハウも必要です。まあ、背取りをやってる人ね、中途半端にやってる人たちを見ると、それ普通にダブルワークした方がお金なんじゃないかなって思う人いっぱいいるわけですよね。もちろんこれもデジカメなんかで毎月100万ね、転売して稼いでる人いますが、相当ノウハウを持ってるし、自分で修理したりする力も持ってるんです。まあ、背取りなんかパワーが必要だよってことです。そして、YouTuber もね、最近の傾向の一つです。YouTube 儲かってますかリンダマンって聞かれますが、そんな甘くないですよ。死ぬほど頑張って毎日更新して、やっと1年間で1万チャンネル登録までいったわけです。まあ、継続力も必要だし、毎日毎日更新するコンテンツを持っておかなきゃいけませんよね。めちゃくちゃ頑張んないと無理ですよ。もちろん動画っていうのはストックしておけば財産になるし、過去に上げた動画も徐々に再生されていくので、確かに財産化はしていきますが、毎日毎日更新をしていくわけだから、ほぼ労働です。もちろんセンスやコンテンツ作り、台本、プロット作りみたいなものも必要ですし、みんなができるとは僕は思っていません。今ね、YouTuber、広告の単価が下がっていたり、様々な芸能人が参入してきて、非常に戦国時代になっています。安易に始めて安易に儲かるものではなくなってきました。そして、FX。まあ、投資関連の話も多いですよね。まあ投資っていうのは多分2、3万のお金を10万円にしたいと安易に楽して儲けようって人たちが引っかかりやすいんですが、世の中にそんなものはないんです。リスクとリターンは同じです。1万円が1万100円になることがあっても、1万円が2万円になるものなんて存在しないと思ってください。月利が 10% 以上のものなんかほとんど詐欺だという認識をしていいと思います。まあ本当に情報弱者の人が投資案件に引っかかりますよね。仮想通貨、FX、AI 投資、アービトラージ、バイナリーオプション。大体この辺の商材を買わされて、痛い思いをしてる人が僕の周りでもちょろちょろ出てきてますよ。そして動画編集です。最近最も情弱な方たちが交わされている商材の一つです。もうね、これ先に結論言っちゃうけど、動画編集僕もね、依頼していますが、単価がどんどん下がってるんです。もう仕事をください、安くやりますからって人が Twitter 上にたくさんいますよ。5時間編集に時間を使って3000円しかもらえないんだったら普通にバイト行った方が良くないですかね。そもそも動画って相当センスが必要ですよ。変態並みに毎日制作して、やりきれる自信があるんだったらいいですが、やっぱりセンスや研究していく力が必要です。情報商材を安易に買って儲かるみたいなセンスな人が動画を作ってもきっといい動画を作ることはできません。まあ動画っていうのは1秒間に30フレーム、60フレームっていう、1秒間に30倍の紙芝居だと思ってください。その紙芝居1枚1枚を編集していくっていうのは膨大な作業ですよ。それを10分分編集しようと思ったら相当数の修正が必要になってきます。普通にした方が稼げんじゃないかっていう人が多いわけですよね。今日は僕が思うやらない方がいいんじゃないかという副業の話をしてまいりました。これね、否定してるわけじゃないんですよ。それで稼いでる人も本当にいるんですよ。ただ、安易にやれば儲かる。情報商材を買ったから儲かるなんてことはないですよね。バットとグローブ買ったから野球選手になれるわけじゃないわけです。ただ、ここが重要なことなんですが、人生って無駄なこともたくさんした方がいいんですね。無駄なことが後で振り返ると、あの時の経験、失敗が今の自分を形成してるってことがあるので、無駄に思うこともたくさんやった方がいいんです。ただ人生っていうのは、例えば人生100年って考えた時に、あんまり蛇行運転してたら終わっちゃうし、間に合わせなきゃいけないわけです。だから僕は無駄が嫌いだし、なるべく生産性というか、まっすぐ直進して、こういう蛇行運転っていうのを避けるようにしています。だからこそ人生にメンターっていうのは必要だし、自分で考えて蛇行運転するっていうのはもったいないなと僕は思っています。情報弱者と言われる方たちは、情報強者によってどの時代を見てもお金を搾取され続けてきました。世の中そんなうまい話というのはないんです。この動画を見て、じゃあどうすればいいんだと、今日答えを何も言っていない、抽象度が高い話をしているんで、そう思うかもしれません。副業を考えている、収入を増やしたいと思っているんであれば、ぜひ僕が運営している DMM オンラインサロンライフハック研究所、こちらに入ってください。僕、月額1000円、1日33円で教えています。ほぼ毎日情報を配信していますし、SNS 運用だったり、お金の増やし方、今こういうギグワークがあるとか、そういった情報を皆さんに提案しています。もちろん、一番重要なのは考え方ですから、毎日マインドセットみたいなことも皆さんに提案しています。今、オンラインサロン5000円、1万円、3万円、様々なサロンがありますが、とても1000円の情報量じゃないんです。ただ僕はこれでお金を儲けようと思ってやってるわけではありません。皆さんに本当により良い人生を送ってほしい。ライフハックっていうのは人生術だから、本当により良い未来を形成してほしいという思いでこのサロンを運営しています。こちらも概要欄から辿っていきますので、ぜひ今1週間のね、中覗ける入会無料キャンペーンみたいなこともやっていますので、遊びに来ていただければいいなと思います。皆さん、変なものに引っかかって物を買わされないように注意してください。いつもいいね、コメント本当にありがとうございます。ぜひチャンネル登録まだの方、チャンネル登録ポチッとお願いいたします。そしてね、気軽にコメントください。オンラインサロンの方でも皆さんお待ちしています。それではまた次の動画で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。また